just waiting for the weirdness.どうも、はじめです。さあ、本日はですね、ビスラ主催のサーフ体験に来ました。そして出場します。この大会はですね、普通のサーフィンの大会と違って、ゴリゴリのコンペティションではないんです。板が、ヴィンテージの板、70年代、80年代のこのクラシックな板に乗って、で、競い合うみたいな。で、今のね、乗ってるようなハイパフォーマンスの板で、バシバシ当てるというよりかは、そのクラシックな板でもうスタイリッシュにどんだけ乗るかみたいな、大会です。そのクラシックな板ならワンチャン勝てるんじゃねみたいな普通のね、もうゴリゴリのハイパフォーマンスの戦いは勝てる気はしないので、もしかしたらワンチャン勝てるんじゃねえかなってことで、出場してみました。エントリーフィーは$40です。なんか T シャツもらえるみたいなこと書いてたけど、どっかでもらえるのかな。ちなみにここはね、ラグナビーチの隣にあるソルトクリークってポイントなんですけど、基本レフトのポイントで、ポイント2つ分かれてて、メインのこっちで今日はやると。で、勝ち残れば、明日も来なきゃいけないって感じなんですけど、勝てるとは思えないですけどね。みんなうまいね、そのヴィンテージの板でこんなに動くんだみたいな。ちなみにね、ヴィンテージの板は何が違うんだって、サーフボールなんか一緒じゃないかって思うかもしれないですけど、なんていうんだろう、車に例えると、例えば私がね、今乗ってるのが、例えば2020年代の、カローラとしましょう。すごい乗りやすい。ね。速いし、みたいな。で、これから乗る、板、車が、バナゴンみたいな。バナゴン、今までカローラですごい快適に運転してたのに、バナゴンでこんな感じって見えるようなライディングになるわけですよ。そもそものテクノロジーが違うんで。という感じで、やっていきます。勝てたらいいね。はい。というわけで、朝食ソーセージブリトータダで配ってました。こういうのいいよね、アメリカのね。企業がスポンサーしてみたいな。朝食もあって。いただきます。味がない。サルサ取ってこよう。ここにあるボードを使ってコンテストに出るんですけど、どれか選べないらしい。なんか最初にゲームやって、トランプ、それで、いいカードを取った人からなんか選んでいくみたいな、そんな感じらしいです。これ乗れるかな？だってシングルフィンとかだよ。これシングルフィン乗ったことないんだけど。いやー、無理だな。さあ、というわけで、ヤマトのヒートです。シングル？そう、1回戦目シングル。シングルフィンのカテゴリー。なんかツインシングル、ツインシングルみたいな感じなのかな。小さくね、大丈夫。全然これでいける。いける？さあ、ヤマト結構インサイドで待っております。最初は、小さいのに乗ってポイントを稼ぐと言っておりました。もうちょっと左の方がいいんじゃないかな。ゼッケン黒ですね。ゼッケン黒がヤマトです。お、ヤマト乗った。乗りづらそうだ。でもいってるな。当てろ。ぐらつきましたねいい波取った。いいね。あ、邪魔大和。さあそのまま、あーお、来た、来ました。いけ、突っかかってる。あれをつなげて、つなげていけるか。いいね。さああと1本、あと1本乗ってほしい。もう1本、もう1本ロングライド決めていただきたい。お、なんか来た。どっちだ、乗れない、乗れてない。終わりました。残念。やばい、残念。短かった。します。やります。やりました。イエローです。まあ、35、44のカテゴリーなわけです。35歳から44歳、うん、みんな老けてねアメリカ人老けすぎじゃないこれも若いとは言わないけど。カードです。これで自分の降りたが決まります。 Hey guys, pick the cards. So, highest card picks first.お、これ強いね。強いんじゃない。Yeah, the other thing is the body surfing thing that's on there for a little bit. 考えてるんですか？考えてるんですか？どれだっけ？これだっけ？これじゃないですか？これか。これでいくします。これでいきます。はい。じゃあ頑張ります。さん、今日はどこ狙いで？沖でセットを待つと思いきや手前にいる手前でまあ稼いでいくと、稼いでいく本数重ねて、すげえかっこいい価格っすよ。なるほど。おしっこが漏れそうだ。もうまずい、間に合わないですね。もう間に合わない。おしっこが脱げない。はい、ちょっと離れていいですか？まだしないです。ちょっと我慢します。やっぱサフィラのベッドを着てるんで、漏れないのよ。水がやっぱり全然入ってこないから、おしっこすると大変なことになるから。でもしおしっこした場合は溜まってまうんですか？溜まってる、溜まってる。まあ多少の水は入るけどね、今日溜まるから。そうなんです。やっぱディスラじゃない、サフィラ。いやー、どうしようかなOh wow, we did some cosmic maze back here. What's going on? It's heavy. 4本ぐらい追ってますからね。乗っただけで、思ったより他の人たちもかましてました。全くかませずBackstory was this helmet from before, or they're opening for Frankie now? 上がれませんでした。4位です。You guys heard Cycle Mania?さあ、というわけでね、コスミックリーク25周年イスラの、イベントサーフ大会に行ってきました。負けてはないから、負けたわけじゃないね。5位が5人中、4位でラウンドアップできなかったけど負けではない。俺は勝ってる。実際はね、負けたっていうことになってるけど、俺は負けてないから負けを知りたい、俺の人生負けを知りたいと思ってるいやー楽しかったですね。ヤマトもヤマトはどうだったんですか、結果は。負けてはないです。負けてないよね。俺たちは負けてない。俺たちは負けを知りたいわけ。いやー楽しかったですね。最高の一日でした。ありがとうございます。誘っていただいて、また来年ね、タイミング合えば行きましょう。はい、はい。そんな感じで明日は来ません。明日でもコロヘとか来るんでしょとか言ってたら、コロヘとかね、多分インビテーションのヒートがあったんで、多分そこで出るんでしょう、はい、ただ我々は行かないですなぜなら結果負けたから。ただ俺たちは負けてない、そういうこと、そういうことを伝えたい。だから試合には負けたけど結果勝ちだから。何が勝ちか分かりますか？それはあなた自身で感じてください。我々は勝った、勝ちました。ありがとうございます。さあ、というわけで本日は以上となります。ありがとうございました。この動画良かったね。いや勝ったね、あんたの勝ちだよって人はね、ウィンウィンウィンしちゃってください。いや違うから、そういうの違う、結果が違う、結果を見てって人は逆にいっちゃう。このボタンいっちゃう。グッドボタン押しちゃう。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. いや、マジでアジア人我々だけでしたね。やっぱこのラグナビーチのなんか金持ちのコミュニティみたいな、ちょっと感じました。ちょっと、よくよく考えたらちょっと気まずかったもんね。あんまりその時は気にしなかったですけど。土地柄的にも、サーフィンっていうスポーツ柄的にもね、しょうがないと思うんですけど。いやー、ビビりましたね。てか負けてないから。負けを知りたいから。